最初に配られていろんな竹スピーカーの鑑定品は見たと思います。まあ、今日もね、竹スピーカー何個ぐらい、3個ぐらいですかね、作ってきたのを作ってください。まあ、これ注文したいです。まあ、これが自分たちの鑑定品です。鑑定品、まあ、一番の出来っていうんですかね。出して、まあ、こんな感じで。出して。お願いします。ガリレオ。ガリレオ。いや、体調、かしこまないです。はい、まあ、最初は一番爆音で。ちょっと爆音で。はい、まあ、こんな感じです。はい、いるぞ。お手元にね、まあ、いろんな竹が配られたと思います。結構長い竹と、まあ、太い竹、細い竹、まあ、いろんな竹があると思うんですけども、そこで、まあ、なんか作るポイントとして、まあ、書いてみました、黒板に、まあ、穴を開けてみる、はい、どこ開けるんですか、まあ、いろいろ作るところ満載だと思います。ちょっと一回進めていきます。いいよ。切り口を入れてみる、紙やすりで調整してみる、で、まあ、そんな感じです。そして、まあ、穴を開けるとか切り口を入れるとか、まあ、すごいちっちゃいんですけど、まあ、こんな風に穴を開けてみて、この辺からだんだんなんていうかな、音をいろんなとこから出せるようにするのが、まあ、ポイントになってます。で、切り口っていうのはちょっとこれも細いんですけど、まあ、太ければ太いほど音も出やすくなると思うので、ここをもうちょっと太くしたりして、